穴掘りマッチョ穴掘りマッチョ犬が穴掘ってマッチョやっハロー皆さんこんにちはみやびんでーす、はい、今日は「認知されてからブランディング」です「ひもじいです」認「認知」「認知」「認知すればいいの 認知。認知する、結婚してもいい認知すればいいの。うん、それ、はい、じゃないんだよ。どう、どうせどっちってこと。<laughs> え、どういうこと?。感じが分かんない。ういう認知。どっちの認知?。お前どうすんだよ、お前、子供できちゃった時に、相手の男がいい加減になったら、認知ぐらいしてよ。ってなっちゃうでしょ?。私だったら、認知しちゃうよ。うん <laughs> <laughs> <嘘>。そう。なんつって。<laughs> まあ。僕って。うん 一応ブランンディングもプロじゃないですか、はいでまあ、いろいろ相談受けるんですけど、はい、ブランディングとか新規事業のこととかまあ青汁くんがねあのまあ、まあ、ニキティスとかね OC でもねあのちょっと話題になったんですけどこれがねヘズマくんがね、うん、月給100万円で週,休3日週3日働くかな。うん で、まあ、それで、僕を、えっと、月給100万円、うん、年収1200万かな。うん、雇う会社ばしゃみたいなのツイートをしてね、うん、結構炎上したというか、うん、話題になって、うん、まあ、5社から結局、あの、オファーがあったらしいんですえ<ー>まあそれ o 惜しい話題になって。うん、で、まあ、その時に俺も言ったんだけど、 あのいや、ヘズマを月100万で、年間1200万で雇えるんだったら安いよって。うん、で、大体みんな分かってなかったんだけど、意味が。うん、同じことをね、えっとね、おとといかなんかに青汁王子大先生がですね、うん、配信で言ってまして、うん、その理由を。うんうん <laughs> まあ、おじ老人とか見てる人、うちの視聴者少ないんで、僕も同じこと語っちゃいますけど、同じこと言ってたんで、うん、あのね、まあ、ブランディングだ、うちのブランドが、とか、うん、よく言われるんですけど、あのね、じゃあ、あなたのブランドを何人知ってんすかっていうのを俺、必ず聞くんですよ。うん 誰も知らないじゃんっていう言い方をして大体ムカつかれるんだけど、みんな自分の出してるブランドにはプライド持ってるから、でも現実は、じゃあ、はい、街を歩いてそこら辺の人にそのブランド名言って知ってるか聞いてこいよとかいつも言うんだけど、うん、それが認知されてるってことと、されてるかされてないか、ブランディングの前に知られてないものにブランディングかけたって意味ないんですよ。だから、 まあ最初の価格設定は大事だよ、ブランディングする。値下げってしたらブランディング終わるから、うん、そういうブランドになっちゃうから、最初の価格設定はとても大事なんですけど、あとパッケージとかね、認知された時に重要になるんで、そこは大事だけど、それ以外の、うちのブランドイメージが傷つくとか、うちのブランディング的にどうなんですかね、とか、知られてから言えよっていうのがあって、うん、とにかく、 製品出してるとかブランドやってる人たちは知られることに命をかけてるんですよ、まず。うん、だから宣伝費、広告宣伝費にすげえ金かかってん,んですよ。ど、うん、この企業も。半端ない金額、数千万億かかってんですよ。うん、広告宣伝費が知られるために。で、ハイブランドも、毎年毎年、すんげえお金かけて、テレビ CM なり、あの、街頭 CM ビジョンなり、 おしゃれなポスターなりっていうのを壁面とかやってくのはあの忘れられたら困るからなんですよ。うん、常にハイブランド、ヴィトンだったらヴィトンっていうのをずっとそのまんまのイメージで認知させ続けるっていうためにやってるんで,、うん、で知られてないところは知られなきゃいけないんで、うん、じゃあ何やってますかって言ったら本当俺らレビューアーでもそうだけど 人気ユーチューバーとかに製品ばらまいてレビューとか紹介とかしてもらうじゃん。で、レビューとかじゃない場合は、いわゆるステマとか案件でトップユーチューバーにえ、私が使ってるこのヤーマンのでもいいし、うん、あまあよくね、でも天地マン案件って言っちゃうから自分で、案件だけどって、私が使ってるこのヤーマンならいいよとか、 チチクチクするけどすげえ刺激あってリフトアップできるよとかってやって認知されていくわけじゃないですか、うん、で,でもそれは天チームにお金払ってるわけじゃないですか、うん、でそれが光くんだったらもうすげえ高いお金払ってやるわけじゃないですか、うん、だからやっぱねあのがが思いい上がりでで大間違いで、うん、だからなんだろうやっぱヘズマ っていうのは、まあ、逮捕もされたし、悪名は高いけど、認知度は半端ないんですよ。うんうん、テレビニュースでもあんだけやられたから、みんな知ってるわけですよ。<laughs> じいちゃんばあちゃん含めて。うん、そのヘズマを使って、自分のところの事業なり、サービスなり、製品なり、何かを、しかもヘズマは、 自分のつながってるトップユーチューバーをつなぎますよって言ってるからうでかいねそれはだから、まあ、芸能界でもさ正面玄関しか知らない人たちってさ広告代理店使ってさ正面玄関叩いてさ芸能事務所にさ有名な芸能人にさこれお願いしますって言ったらすさまじく高いじゃないですかでも裏口があるわけじゃないですか必ず、うん、裏口たの叩いたら友達価格になるわけない、うん ワンチャン超仲良かったらいいよもうお金なんてつってやってくれる場合もあるわけじゃないですか。裏口が。ヘズマを100万で雇うつのは要は裏口なんですよ。安いんだよ。年間1200万で知られることができるってもう広告宣伝費って考えたら超絶安いから。 それに対して、うだうだ、ヘズマなんか使ってとか、何でもかんでもってやつらは、本当に青汁も言ってたけど、ビジネス分かってない人だし、うん、本当に。まともなビジネス分かってる経営者とか、あのー、広告宣伝とかブランディングやってる部署だったら、こんな美味しいことないので。うん、だから、本当に知られる、認知されるってことが、まず大前提で、一番大事なことなんで、 知られてないのにブランディングかとかブランドイメージかとかうちのブランドがって言ってる人たちはもう本当に経営の才能ないから、うん、マジでそれを青汁くんも言ってて、えー、もっとひどい言い方しました、えーまあ、安心したと、うん、バカしかいねえって言ってたから、うん、青汁王子はもうつけ入る隙だらけだから、うん、俺はもうこれはもうビジネスチャンスを俺にありまくるなって思いましたよって言ってたから、うん、まあ本当そうだよ、うん そんなんでヘズマなんだ,だから青汁炎上したらしいのよ。それであのね、だからヘズマを使うのはとってもいいことだっていうツイートを用語みたいに取られて、うん、え、あんな犯罪者をどうたらこうたら<ー>もう炎上したらしいのね、叩かれて。うん、でも、それで思ったんだって。バカしかいないって。ねね <laughs> もうビジネスやるには最高の状況だって思ったっていうのを配信で言ってて。 まあそれはもう俺も前から言ってるけど、知られなかったら意味ないんで、知られてないもん何したってどうにもならないんで。だからこれは前から言ってるけど、ポタオで業界も知られてないので。じゃあ、みやびの、もうこれはもう、まあいいか。まああえて、えっと、苦情が来たら受けますけど、まあ、 いほい、うんみやびの友達何人知ってますかって話なんですよ。よは知ってるじゃん、うん、ビッグカメラも知ってるじゃん、うん、で多分みんなさイヤホン買いに行くとかってあとアップルは知ってる、うん、イヤホン買いに行くってなったらその辺じゃないですか。うん、で「イヤホン」って店行けば何でもあるよって言って「イヤホンって何?」って言われるでしょ。そ、うん、そもそも私が最初の頃分かかっってなかった。うん それだけ知られてないんですよ。うん、ポータブルオーディオ業界自体がマニアのものなんで、一般の人たちにまるで知られてないので、それを売っている専門店で全国展開、まあ仙台にあって、大阪にあって、名古屋にあって、東京にあってとかっていういいイヤホンが知られてないんですよ。うん、っていうことはそこで扱ってるブランドもソニーとか、 有名なところは皆さん知ってますけど、うん、それ以外のメーカーカは誰も知らないです、うん、だからそこのブランドがやってるブランディングっていうのは前も言ったけどもう10万人ぐらいのもうマニアなニッチ層に向けてのブランディングしかしてないからだからダメだって話を俺はしてて、うん、もっと一般に認知されなさいっていう話なんですよ要はソニーとかみたいに、うん、誰でも知ってる。 そういうことをしないともう全然新規取れないしもうほんとマニアの狭い世界のもので終わっちゃうからだからそこにブランディングもクスもないよっていう話なんですけど、うん、それをタイムリーにヘズマの件でまあ話題になったしうちの OC でも話題になったしあの青汁くんが数日前に配信で語ってくれたのでじゃあ俺も語ろうかなってポタオデの時と一緒だよっていう。 認知されてないもんに、ね、ブランディングなんて書けたって意味ないよっていう、うん、知られてなかったら本当に意味ないんで、うん、だからもうまず知られるところからやってくださいというビジネスをやるなら、うん、だから俺のね知り合いでも後輩でも相談を受けてもこういう時期だからお店をやるでもいいんだよ、うん、ラーメン屋始めましたみミニーの大好きなラーメン屋始めました 口コミだけでいくの、まあ、最初に決めなきゃいけない口コミだけでいくのかどんなにうまいラーメン作ってても知られてなかったら食べに来ないから、うん、じゃあどうやってどういう戦略で SNS を使うのか食べログを使うのかわかんないけどあとなんだテレビ番組のニュースとかそっち系の番組にタイアップで出るのか他のタイアップフォーマーって街 ブラ歩きみたいな番組で、えー、っと、そのお店が登場する形にするのか、うん、いろんな方法あるけど、どうやって知らせます知ってもらいます、うん、っていうところがいっつも抜けてんのみんなんいや。どんなに美味しくても知られなかったら来ないよ。うん、口コミで広まるの待つのっていう、その前に潰れるよっていう話をよくするんだけど、 じゃあわかりました。あなたの新規事業、新しいお店、新しいブランド、新しい製品。どうやって認知させますかっていうのを一番初めは聞くから。うん、その認知させるまでの期間、どんぐらい持ちますって、あなたの持ってる資金力で。一年あるんだったら、じゃあ一年かけましょうと。やるけど。それはね、プロデュースも一緒で。じゃあ、みやびが、あのー、ね。 有名になりたいですとかメジャーになりたいですじゃあ最初にねみやびには大体の目標で何歳までって聞いたけど今変更したけど状況が変わったからでもだらそこを目標にじゃあそこまでにこうインスタではこうやってツイッターではこうやって、まあ、途中から YouTube 入ったから変わったけど、うん、じゃあこうやって目標をつけてこんぐらいの人たちに知られよう知られようただそれは事務所もやんなきゃいけない本当は仕事なんで。うん 1> 俺一人がやってもしょうがないんで、うん、あとみやびがオーディション受かるか受からないかでも話変わってくるんで、うん、だテレビの露出が変わってくるから、うん、オーディション受かる受かんないで毎回戦略変わるんだけどもう一緒なんですよそれも、うん、事業だろうが製品だろうがブランドだろうが人だろうがどうやって認知させるんだっていうで知られてからのブランディングじゃん、うん、知られた時にだからあの 浜辺美奈美ちゃんだったら青春派で <laughs> 行きますよとか、うん、不良キャラで行きますよとか決まるわけじゃ、うん。もう好きに行きますよもあるし。うん、だから、知らないことにはどうにもなんないので、うん、だから本当認知って大事ですよっていうお話をしたかったので。うん、だからね、まあ、イオシスがね、この間突然、 ヒカル君の24金のプレステ5を買い取ったんですけど。うん、で、今188万。売れてなければ188万で中央通り店にディスプレイしてあるけど。うん、まあ、あれもさ、結局買い取った理由っていうのは、俺が経営者だったら、まあ、 スタッフとも話したんだけど、なんでこれ買い取ったんですかねって言われたから、いや、だってヒカルにイオシスっていうお店を案件で知ってもらうために持ってったら、最低でも多分1000万取られるでしょって。うん、それを140万かなんかのプレステ5なのね。24金の。うん、これを百数十万で買い取ることで、 ヒカル、ヒカルが動画にしてるのよ、それを。うん、イエスで売ったっていうのを。ヒカルの400万人の登録者たちに、あいつインフルエンサーだから、うん、伝わるじゃん。表玄関叩いて、ヒカルに案件持ってって、うん、イエスちょっとお願いしますって言ったら、1000万とか2000万とか取られる広告宣伝費が、買い取るだけの百数十万で、 やってくれうん、うんそうでうん、だからそれは正しい判断だよっていう話をねイオシスのスタッフとこの間話してきたんだけどそういうのが本当大事なんで、うん、いかにお金を使わず効率的に認知させるかっていうのはとても大事なことだから,だからインフルエンサーでチヤホヤされるわけだからなるほど、ね、知ってもらうために使えるから、うんうん、だから そういうのが本当に大事ですよっていうお話で青汁くんはそういうことを知らないで人をバカにして叩いてる人ばっかだからもう僕はバカばっかだと思ったんでビジネスチャンスはいくらでもあるなと思いますみたいなことを言ってましたっていう話でまあ俺も同じですなんだったらもうやりやすいなって思うのでまあとりあえずそんなお話でございますので知られてなんぼですよっていうお話でございました というわけで私はドラ、いただシュッシュッシュッ。はい。いや確かに知られてなんぼだなってところはあるし、話聞いて、なんかヘズマさんの話も聞いて、おーって初めて納得できたから、なんか今回もなんかれね、みんな勉強になったね。<laughs> 私なった勉強に。へーってなった。はい。まあそんな感じで皆さんもこう、よかったら色々とね。 もっと視野開けて見てみてほしいなって思いますね。こんな感じで今日も終わります。ありがとうございました。よかったらコメント、高評価、チャンネル登録お願いします。じゃあねー。